待ち合わせの場所。大塚さんに言われた男の人に会うためこの町にやってきた。彼の力を借りれば、あの物騒な WP コンサルティングの連中を撃退できるらしい。お、着いたな。大塚さんが言ってた山吹ビルはもうすぐね。この先のサンサロを右に曲がった向こうの交差点の角にあるはずよ。サンサロ、そこの屋上で待っているのよね。行きましょうか。よし、行きましょう。行きましょうね。やっていきましょう。空より舞い降りる巨大な影。あら、何これ。なんかフィールド展開されたぞ。無事か。あ、見てなかった。無事か？よろしかったなんだぞ。あー、ごめんなさい。返してなかったわ。三つなしにはつけたかな。ここは静かな町で、異変とは無縁そうです。よし、行こう。たどり着けたかな。安全なところもあるわね。よし、行こう行こう行こう。下水道工事中。なんで下水道工事中で、シリが反応したんだ。よし。あ、なんか嫌な予感がするぞ。危ね。逃げられると思うなよ。車もったいないでしょ。早く行きましょう。行って。やばいやばいやばい。強いなお前。よし。体力回復しよう。危ない危ない危ない。やられるところだった。いちご味。ちょっとガードレール。ああ、効かねえのか。青、やばい。強い。よし、逃げろ。逃げるぞ。くる。ふぅ。ここにいれば安全か。よし、回復した。おぉ、電柱が。よし、オッケー。なんだ、なんか来てるな。ああ、またエヴァか。痛い。パンツ見えそう。そんなことは気にせずに。50回復。やばいぞ。おーっと。車が襲ってきてるからなんか見えないんですよね。コーン。エヴァがなんかやってるぞ。まずい。この電信柱。痛い。やばい、体力がない。すぐさま回復していかないとね、まずいですね。よし、行こう。せっかく制服直したのにな。こっちよ！ジャンプ。お！これは。時間が止まる。あ、惜しい。ユキさんの息遣いが耳元で聞こえる。耳元で好きだよとささやく。ささやいてみよう。ユキさん、好きだ。こんな状況で言うことが。まあ、吊り橋効果を狙う。いろいろ思い出しちゃって。あなたは私のこと
え？忘れないでね。忘れないでね。え？意味深だな。あ、藤原さん。おーおー、頑張れ、エヴァ。エヴァじゃない、初号機。あ、上から攻めてきてんのか。頑張れ。来たか。追われているとは聞いていたが、追われて奴らを連れてくるとはな。すいません、助けてください。あ、なんか来た。あ、これは藤原さん。2号機か、これ。なぜあなたがここにいるんですか。捜査の一環だ。彼らはお前たち WP コンサルティングの尻尾をつかめる情報を知っているそうなんだな。そうさ、警察がいるのか。こいつ警察の人？てきり物騒な職業の人だと思ってた。てきり都合腕の用心棒だと思ってた。てきりとにかくただひたすら怖い人だと思った。僕は最初から警察の人だと思っていたさ。僕は最初から警察の人だと思っていたさ。俺の得た情報だと、お前らこの青年の異変を呼ぶ力を利用しようとしているらしいな。らしいですよ。よく調べましたね。それで、ね、後ろが気になる。お前たちの会社は兵器の斡旋が本業だろう。大丈夫かこれ。それとは違うしのぎじゃないのか。なぜこんな危険を犯す。 WP コンサルティングの社長神尾の真の目的は何だ。神尾。そしてお前たちの会社の出資者であるアメリカ M 社の目的は何なんだ。いや、失礼。それなら神尾本人に聞けばよいでしょう。神尾が悪いやつなのかな。あの人は専務である私にも本当のことは言いませんよ。ああ、3号機かこれ。おお、いっぱい来たぞ、いっぱい来たぞ。ああ、お前も飛ばされる。じっとしてろ。ユキちゃんが、あ、人質に取られちゃった。安心してください、彼女は無事です。我々の目的はあくまでもあなたです。あなたが我々に協力してくれれば彼女は解放しましょう。あなた一人で交渉に来てください。その藤原という男がいると話がしにくいので、ね、ああ、ユキちゃんが、ああ、倒されたのか。使徒は倒された。彼女は奴らに連れて行かれたよ。マジか。彼女とはもう長いのか。長いというか、はい、彼女とは幼馴染なんです。昨日初めて会ったような。いえ、知り合って3ヶ月ぐらい。俺、幼馴染だと思うな。うん。はい。彼女とは幼馴染なんです。そんな気がする。そうか。奴らの目的が君だというなら、彼女は無事だろう。行くしかないか、これ。力になれなくて悪かった。本当だよ。タバコなんて吸っちゃって。使徒はやっつけたのかな？空より舞い降りる巨大な影。続く。空からの巨大使徒。支える巨大人型。人型兵器。使徒とよ、この生命体も、使徒と呼称することを発表した。なんか3機ぐらい来たよね。3人の巨大。路上に放置される
粗大ゴミ、粗大ゴミ、ああ粗大ゴミね。住民として恥ずかしい。コラム、諦めないことが力の源。コラムだって。次回のコラムでは私は今何考え、はははは。なんか3期来たけど、そういうニュースはないのか。これは何なんだ？壁、これ壁だ、何なんだろうね。巨大なスロープをトラック状にして人型ケーキが走るスピードを落とさないための設備だったのでは。なるほど。そういうこともあると。次のステージに進みます。あ、だだだだ。彼女を奪われて、彼女を奪われてしまった。僕は呆然としたまま、わけもわからず歩いた。ただひたすら歩いた。どれくらい歩いたのかもわからないぐらい歩いた。じっとしているのが怖くて、ただただ歩いた。なるほど。主人公はユキちゃんを助けられるのか、いいんだよ。やばい。やっぱこう見ると変な格好してるな。セーラー服が、ボロボロだ。ユキさんどこ行ってしまったんだ。僕なんて無力なんだ。これ覚醒したりしないかな。ああ、僕はなんて無力なんだ。無理切っちゃったよ。大丈夫？ああ、柏木さん。この辺りの住民はもうみんな避難しているのよ。こんなところに何しに来たの？ユキちゃんを探しに来たんだよ。WP にさらわれたユキさんの居場所を探してるんだ。そうだと思ったわ。任せて。ユキさんの居場所は突き止めてあるから。突き止めたの？さすがだな。網タイツいいですね。この辺りは封鎖されていて、立ち入り禁止になっているの。私についてきて。ついていきます。おお、アイアイガスだ。この辺りが耐え、ユキ救出。自分がリサに思いを移る。え、無言でリサの横顔を見つめる。自分がユキを、ユキが愛おしいと思ってる。応援してるわよ。これ思いをついてること。あ、普通に反らされるのか。じゃあいいや。本命はユキちゃんだけどね。差し当たって向かう方向。疲れてんな主人公。あの信号を右に曲がった先がアザミ一丁目駅よ。あなたと最初に会った地下鉄の駅。ああ、なるほど。そこまで戻ってきたんだ。ユキさんはそこから一駅先の町にいるわ。電車は止まってるからしばらく歩くことになると思う。てか主人公超歩いてきたんだね。あなたびしょ濡れだからそのままだと風邪をひくわ。あのコンビニで服を乾かしていきましょう。あれ、このコンビニって一番最初に来たところかな。服が濡れたって構わない。早くユキさんを助けに行かないと。できれば服は乾かしたいけど、ユキさんは大丈夫なんだろうか。確かに僕が万全の状態でないとユキさんを助けられないですね。そりゃいい。俺も服を買ってもらなかったんだ。ユキさん助けに行かないと。ユキさん助けに行かないと。服が濡れていたって構わない。早くユキさんを助けに行かないと。ユキさんはあなたをおびき寄せるための人質だから、少なくともすぐに危険な状態になることはないはずよ。そうか。それにあなたの体調が万全でないとユキさんを助け出しても逃げ切れないでしょ。確かにな。だからここは私の言うことを聞いておきなさい。服を修理したいんですけど。
リサさんとコンビニエンスストアに入った。店員も避難しているのか。お、店の中には誰もいない。あさり放題じゃない。裏手にあったヒーターを使って体を温めさせてもらうことにした。ねえ、濡れてる服は脱いだら？その方が早く乾くわよ。おや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 。リサさんの前で服を脱ぐのは恥ずかしいので服を着たまま乾かす。早くユキさんを助けに行くために服を脱いで急いで乾かす。救出はともかくリサさんにありのままの姿を見てもらいなので服をまたですね、脱ぎましょうか。いいんですか？それじゃあリサさん、よく見ていてください。よく見ててください。え、ええ、分かったわ。とにかく早く服を乾かしましょう。ちょっとタオルくらい巻きなさい。全部脱いだのかお前。あ、なんもないね。取られてんのかやっぱり。そうだ、あなた大塚に随分と絡まれてたけど災難だったわね。まったくだよ。今頃どうしてるのかしらね。まあきっとしぶとく生き残っているんでしょうけど。そういえば彼、警察の上層部に顔が利くのよ。事件現場に向かう警察のヘリに同乗することもできるらしいわ。だから来たのか。大企業や官僚の不正を暴いて揺するようなやつだから。上層部の弱みでも握っているのかしらね。でもあの男、昔は名うての戦場ジャーナリストだったのよ。戦場ジャーナリスト。今はあんな自分勝手で欲深いやつだけど、きっと戦地でいろいろなことを見てきたんでしょうね。なるほどね。ちょっと待ってね。最近寒くてのう。大塚さん、戦地で何があったんですかと質問する。大塚が戦地で経験したことを想像し、その、あ、興味のない話なので少しの間歌った寝をする。興味ないは大塚ないか。大塚が戦地で何を見てたの？寝てる、寝てるぞ。本人も話したがらないし、ね、寝てる、人の話聞いてない。寝てた。ああ、すいません、寝てました。ごめんなさい。つまらない話だったわね。はい、いいわよ。あ、ごめんなさい。大塚さんのこと興味ないです。それにしてもなぜリサさんはこんなにも僕を助けてくれるんだろうか。どうして助けてくれるんでしょう。きっといろいろな人に分け隔てなく優しくて親切なんだろうな。助けざぜ、はあ、僕は哀れに見えるんだろうか。リサさんには僕に同情してしまう理由があるんだろうか。僕に取り入って能力の独占取材をしようとしているのか。やっぱりリサさんも僕のことが好きに違いない。これだ。やっぱりリサさんも僕のことが好きに違いない。大丈夫？顔が赤いわよ。顔が赤い、そんなことないです。あなたを見ていると弟、ちょっと弟のことを思い出すの。弟、私高校生の頃父親の仕事の関係で海外に行ったの。そうなんだ。両親と私と弟の4人でね。どこにいたんだろう。弟は生きていれば、生きていれば私はあなたと同じくらい。そこは言葉も習慣も全然違う場所でね。でも弟は私よりずっと片言だったけど会話もしてて、友達も多かったし、地域の活動も手伝っていて、大人たちからも信頼されていたわ。弟に見えてくるってダメだな。その町がある日紛争に巻き込まれたの。駐留部隊が武装組織を撃退したけど町はむちゃくちゃになったわ。ああ、紛争に巻き込まれたのか。亡くなって次の日、町に噂が立ったの。弟が
武装組織を手引きしたのを見たって。なんだと？もちろん弟がそんなことするはずないわ。それに手引きをするほど会話もできないし。でも町の人の怒りは激しくて、友達や親しい人はかばってくれたらしいけど、え、私が駆けつけた時にはもう町の人たちに、町の人たちにやられたのか。そこにいたら弟の無実を説明できたかもと思うと、悔やんでも悔やみきれなかった。てか後ろに値札あるんだね。悲しかった。弟が亡くなったこともそうだけど、町の人の心が怒りと憎しみで満ちてしまったのが悲しかった。そうなんだ。世界から紛争がなくなればと思うけど、私一人の力だけじゃね。まあね。だからせめて私は強くなって、助けられる命は助けたい、そう思っているの。あなたの能力のせいで町はこんな状態になっているのかもしれないけど、あなた自身もそんな能力がなければ辛い目に遭わずに済んだのにね。そうだね。そろそろ出ましょう。ユキさんが待ってるわ。戦闘準備だ。戦闘準備だ。雨は止んだみたいね。行きましょう。よし、ボロ、こっちよ。ボロボロだけど頑張るぞ。ボロボロだけど頑張ります。あれ、こん中入れるんじゃない。まだ入れた、入れた。ちょっと髪型変えてみるか。鏡を覗き込む。ハゲてしもうた。ああ、イケメンだな。黒髪の方がいいんじゃない？そう、スキンヘッドにしてみよう。行くぜ。あ、なになに？お前いたのか？親身になって事情を聞く。私は兄を殺してません。ん？兄殺し？口止め料を要求してみる。おお、ゆで卵。いいだろう。見逃してやろう。あげた。行くぜ。ゴー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 。待ってー、リサさん待ってください。あ、なんかある。差し当たって向かう方向。ここウルトラマンが。あ、触手か。ラフレシア。やばい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 。おお、わお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 。わおわおわお。またあの、生物たちがいるということか。あ？おっと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 。唐揚げくんなんで落ちてんのか、こんなとこに。あ、唐揚げくんじゃないけど。おわっと。あぶねえ。引っかかるところだったぜ。スクワットの方々。おわ。どうしたどうしたどうした。エイチ君、避難完了しました。陸地の方も避難開始するそうです。陸地。わかった。あ、おい、生きてたんだ。我々も避難するぞ。戻ってきました。みんな早く乗り込め。すいません、戻ってきました。ごめんなさい。あなたたち、避難命令が出ているでしょう。あ、ここにいると危険ですよ。ハゲたから。離れなさい。気づかれてね。この機動隊員の人は。この機動隊員の人は。車に乗って脱出するように誘導してくれた。巨大な足に踏み潰されたんじゃ。無事だったんですね。巨大な足に踏み潰されたんじゃ。無事だったんですね。
ああ、あなたでしたか。あの時は運よく踏まれずに済みました。ご心配おかけしました。ちょっとすみません。ここでは一体何が起こっているんですか？詳しいことはわからないのですが、あのビルの上にある謎の総体。総体。あれが猛烈な勢いで破裂するとのことです。破裂すんのあれ。住民の皆さんの避難が完了したということなので、我々にも退避命令が出ているんです。破裂するとこの辺り一帯が吹き飛ぶそうなんです。もうあまり時間がありません。じゃあ早くユキちゃん探さないと。他の道はすべて封鎖されています。そこにある乗り物を使って、とにかくこの道を西へ逃げてください。馬。馬俺選べばいいの。一刻も早く乗る。離れなければなら、オートバイで行こう。とにかく急がなければ、馬に乗って行こう。リサさんと乗るならやっぱりバイクだな。リサさんと乗るならやっぱり馬だな。俺に馬を渡すなんていい度胸だ。俺に馬を渡すなんて、いい度胸だ。頼もしいわね。行きましょう。変なやつじゃねえかよ。なんだ？あ、ガメラさんだ。あれを見ろ。前に現れたやつだ。戻ってきたのか。ガメラさん、戻ってきたんすか。ガメラさん、何しに来たんすか。どうするんだ。総体が爆発するぞ。ガメラがこっち来てる。もうあいつの足元を突っ切るしかない。行くしかねえ。やるしかねえ。行くぞ。行くぞ馬。会えばよ。この先ステージクリアまでセーフポイントがありません。よーし、行くぜ。遅い。ゴーゴーゴー、ダッシュダッシュダッシュ。この車の後ろについていこう。おっとっと。見えない見えない。尻尾邪魔ですね。尻尾が。馬速いね。あ、おうおう。あ、なんか来てる、なんか来てる。痛い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 。取れない取れない。取れませんね。いっぱいあるメダルが。メダルがいっぱいだ。追ってきてる。あお、痛い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 。俺に回復があるからまだ大丈夫だ。痛い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 。20ぐらい食らってるな。回復しようか。ゆで卵、ゆで卵、あ、回復してるね。行くぜ。逃げろ逃げろ。追ってきてるー。メダル回収はちゃんとしようで。邪魔です、そこ。痛い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 。どうにかして追わないと。ふん。あれ、あそこにメダルがあるのは何なの。こっち来るな。あ、追ってきてないもん。巻いたか。やったか。あと30秒で爆発すんのかな。おお、なんか引っかかってる。頑張れ。頑張れ、お馬さん。お前ならいける。おお、爆発してる。やばい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 。街がやばいことに。ガメラ大丈夫なのか？逆に。お、馬で、抜け出したぜ。正面から向かってくる大きな影、続く。巨大生物が街を歩く。本日未明、幹線道路、あやめ通りを巨大生物が歩いていく様子がネットに投稿された。いや、爆発しちゃったね。佐伯優子容疑者が逃げ込んだ疑いがあるとの情報が寄せられた。
最初になんか兄殺し探してたとか言ってたな。これずっと表示されてるな。アイテム交換60枚か。あ、天狗のお面だって。悩むなこれ。両方欲しいぜ。よし、行きますか。セーブして次に行きましょう。次のステージへ行きますよ。